寒い、もう冬が近づいてきたって感じですね。私裏口から今日入ってるんで、表口どんな感じになってるのかちょっと見てきます。あ、これでここで配ってるんですね。なるほどね。一枚もらってもいいですか。ありがとうございます。これをもらって看板がある。そして数量限定販売と、今からこのスタンプラリーやって、あ、違う、スタンプラリーじゃない、クイズラリーやって抽選でプレゼントが当たる。じゃあ帰ってきました。今日のノルマです。今日は私キューピットバレーブースのスマイルミドスグループの公式場キューピットバレーです。マイコスノーリゾート、スイカスノーリゾート、ユーザー中とスノーリゾート、ジャベリンズ、お仕事してきます。お疲れ様で CD もありがとうございます。じゃあ、もしよかったらこれ全部入ってるので、はい、ありがとうございます。私もやってきます。あ、レルヒさん、あ、レルヒさん、レルヒさん、あ、ご無沙汰しております。あ、ちょっと待って全然、あの、ここまでしか入ってない。スタッフ、スタッフ、いきます。よくわからない。え、どういうこと？え、丸ってこと？ここになってるだけで、実際はここ、あの、正方形が、あ、確かに。この金先は、振り返ると、宮キャプテン、すごい、いろいろもらえる。できた、できた。これでラスト27。道のり長かった、めっちゃ。いやー、これマジでちょっと道のり長かったな、本当に。でも面白かった。なんか今まではレルヒさんの数数えたりとか黙々と一人でできたけど、今回のはブースのスキー場の方とコミュニケーション取れるからめっちゃ楽しかった。あ、あった、コープデリ新潟の高山名称はコープデリである、丸丸、オッケー、終わり。よし、抽選してこよう。これで丸の数が1、2、3、4、5、16で1、2、3、12、16と12多分ね、果たして合ってるかな。はい、ありがとうございます。あれ、え、これなんか間違えてます、ここ。はい、ありがとうございます。あ、惜しいですね。間違えたんだ、これ。はい、ありがとうございます。ではこちらお持ちいただいて、こちらお住みください。間違えた、ありがとうございます。頑張るしかない。こちら紙をお持ち、お願いします。キロ B 賞です。お、 B 賞、はい、正解です。割引から1枚どうぞ。今忘れるので、あー、フードがいっぱいある。おいしそう。長い旅でした。ここでは、はい、あ、こんにちは。こんにちは。
写真撮る人に、みーちゃんと一緒に写真撮りたい。あ、どうぞ。続いてのゲレンデはこちら。はい、キューピッドバレーの佐藤です。豪雪地帯として知られるキューピッドバレーは、先シーズンはなんと合計16メートルも雪が降りました。北斜面で良質なパウダースノーを満喫できるのがおすすめのトリーランエリア。ますます便利にお待ちしております。はいね。入りました。やった。昼休憩に道の駅ふるさと村ちょっとウィンドウショッピングします。タレカツおむすび。こっちがお土産どころ。ここに農産物直売所があります。で、お酒、米味噌。ちょうど晴れてきた。車の展示してある BMW。これ両方種類食べました。味噌、つばめ山椒背脂、長岡生姜醤油、新潟あっさり醤油、カレーラーメン。ここはカレーコーナーですね。面白かった。休憩終わり。昭和三景？大正三景？錦鯉カラー。え、やば。錦鯉になれるかも。メンズサイズか。黒がない？え、黒がない。黒がない。わ、黒がない。あ。